ダロアン、思い出す人々より、淡島シ学7月から1889年9月21日は、幕末から明治初期の画家。小林沈学の名でも知られる。1824年2月8日生まれとも言われる。明治時代の作家、画家、収集家の淡島シ月は、沈学の実施である。親子揃って、マルチな趣味人、独自の方向性を持った。 自由人として知られた。また、幕末の大富豪、伊藤八兵衛は、実刑、教育者、政治家の木内清は孫である。賃学は、武蔵国川越の小賀村に、富裕な農家、内田善蔵の三男として生まれた。本生は小林、後に、淡島を称す。陽名は米三サブロ通称は白三吉本、南平堂とコース。 幼少期より絵を好み、その才があった。米三郎は、長汁と長兄とともに、川越を立ち、江戸に出て、蔵前の札差し、伊勢や長兵衛の下で奉公する。伊勢屋は、当代切手の幕府の御用商人で、長兄は、伊勢屋一族の伊藤家の娘婿となり、伊藤八兵衛と改名する。これが幕末期に、江戸一の大富豪に上り詰めた、伊藤八兵衛である。後に、 渋沢栄一は八兵衛の下で商売を学び、八兵衛の次女、金子は渋沢栄一の妻となった。また、八兵衛の娘たちは皆、伯爵夫人となる。女債内三男の米三郎は、兄、八兵衛をよく助けたが、日本橋柏黒町の有名刈り焼き屋、淡島屋を営む豪商、服鳥木平の下に向入りし、淡島屋の屋号から淡島生を名乗る。その後、 生活に困らない米三郎は大枚を叩いて、水戸藩の御家人株を買って、小林城さんと改正した。絵の道に憧れていた城さんは、蔵前で画塾を開いていた大西椿年に山和絵を学び、死の一時をもらって珍額渡航する。さらに谷文長や高く高しい西絵に指示した。珍額は日本画の形式にかかわらず、洋画も川上当外、 高橋由一らの交流を通して学んだ。1859年に関月が生まれるが、目かき160人とも言われた、賃学の奔放な女道楽が続く。1870年、愛人とともに、戦争時境内の伝謀院に住む。賃学の奇人、変人と称された伝説的な生活が始まる。賃学は、西洋画を購入し、戦争時で、 西洋メガネと名付けた見物小屋を開く。料金2銭と安くしたため客が押しかけ、西郷隆盛も見学しに来るほどであった。賃額は次に、戦争時境内の淡島堂に移り、頭を丸めてデタラメなお経をあげるに、我が坊主になる。ここでろえによる洋画風の風景画や風俗画を描き、これが評判を呼んだ。浅草への創始である。また、 飛羽僧城の長寿ギガの影響を受けて、独自の金学漫画を制作、漫画でも一家を成した。また、明治初期、牛込延福寺に大幅を描いている。1884年、金学は向島の幸福寺門前にボンクモアンを建て移り住み、駅舎の真似事などをする。1889年、1ヶ月放浪して帰宅した直後にボンクモアンで死去した。 破壊詩には、吉本帽子と刻まれた。自生の句は、今までは、様々なことしてみたが、死んでみるのは、これが初めて、与田学会、学会予敵笠間書院、2006年、30p。与田学会、学会予敵笠間書院、2006年、31p。内田ロアン、思い出す人々春秋社、1925年、185p。 与田学会、学会予定期、笠間書院、2006年、33B。ありがとうございます。